どっから今これ。え？どこここ。回収し終わってる。トックって旦那かな？旦那じゃない、父親かな。なんでこんなところからスタートなったんだ。いやちょっと意味わからんことなったけど、トラベルにアイテムいるんだっけか、確か。これカルストか。まだアイテム集まってないだろうな。集まってるかな。平気そう。彼も待っているはず。トラッパ売りか。話さなくて済んだ。仲良くはできないな。試練にはちょうどいいのよ。異端児と会話することは掟で禁じられてるの。うるせえな。話していこうかと思ったんだけど、買えるなら買うに越したことはないよな。ああいた。不安そう。族だな。いやー、これはこれは異端児さんがいらっしゃった。ああ、大いなる母よ。やっと気づいたか。誰かに見られてないかキョロキョロしてたみたいだけどな。気をつけろよ、首痛めるぞ。あんたがここに来るたびどっちにしろ痛い目に遭ってるだろ。前に来た時は確かトラップキャスターがあっただろ。まだある？あるよ。だがスクラッパーのレンズが必要だ。そりゃそうだろう。特別な武器は安売りできんさ。大丈夫。この前スクラッパーを倒してレンズも無傷で取り出した。本当に無傷かね？見せろ。長押しか。この辺は買うんだったか。
らトラップキャスターはあんたのもんだが狙う場所には気をつけろよ。いいな、衝撃のワイヤーがなくったって十分ハラハラする人生を送ってるよ。あ、そう、やってみるか。ふん。じゃあ取引成立だな。それじゃまたな。終わらせてもええけど、終わらそうか。ブレイズがいる。新しいからあのマークがついてただけか。何マークだ。目的地だな。間違った方向向いてるか。片付けよう。ストライダー倒して炎の矢の材料集めろか。ストラッパーの材料だったのか。それとこれも。大いなる母よ、アーロイが戻った。槍もある。名乗ったっけ。あんたはアラーナを助けてくれて、今度は槍まで取り返した。あんたに助けを求めた時は聞いてくれるなんて思っていなかった。感謝してる。私もよ。槍を取り戻してくれたなんて嘘みたい。槍作りがうまかったんだな。とてもよくできている。私には妻ほどの腕はないが、いくつかコツを教えてもらった。よければあんたの槍を見ようか。ありがとう。その特別な人だったんだな。亡くなって残念だ。でもあなたのおかげでお母さんの形見の槍が戻ってきたわ。助ける必要なかったのに助けてくれた。お母さんなら褒めてるわ。ありがとう、何もかも。どんか、ストライダーか。
レイズはやっぱり炎の矢だな。これは取っておこう。できますよか。準備はできた。北の門でロストに会おう。
とりあえずかける1か。じゃあ素早くもう一体倒すか。キャスターの使い方まだ分かってないんだけど、試しておいた方がいいかな。ひどい雪、世界が白くなってく。何を買っているにしろ手こずってそう。サブクエが確かまだちょこちょこあったような。矢はある。暗息の地の外から爆発の音がしたけど、言ってた問題ってあのこと？もう少しすれば分かることだ。夜を待つ。夜を待つ。夜までまだ時間がある。少し休んどく。そうだな、今夜は眠る暇がないからな。時間潰せか。焚き火で休む。異端者のために門を開ける。時として異端者にも敬意は払われるものだ。部族の掟ね。この先は沈黙を守らねばならないぞ。ここは安息の地の外だ。これこそが真の自然だ、アーロイ。かつてない脅威に直面するだろう。あの死骸、怪物か何かか。ソートゥースと呼んでいる。あれは新種、イカれる機械だ。10年前から現れ、多くの義勇兵が殺された。10年前でも新種か。道なりだ、遠くはない。あの小屋、何があったんだ？機械だな。一体どんな機械が？これからお前が狩る機械だ。ああ、なるほど。
ウォッチャーの死骸、素材を取ろう。気をつけろよ。して悪いな。あれ当たらんかったか。もうそろそろのはずだ。私たちしかいないのはなぜ？どうして義勇団が狩らないんだ？張っていた機械の死骸は彼なのだ。明日再び狩りに出る。その必要はない。私が仕留めるから。注意しないと殺されるぞ。館が丸ごとやられた。そんな、ソートゥースに何と置いたんだ。質問に答えるためにここに来たわけじゃない。あれを始末するために来た。倒すの？どう倒すかはお前が決めること。この狩りはお前の狩りだ。一人でやれ。何が起きても私は手を出さん。分かったな。一人でやるんだ。見られないように高い草を使えば近づけるな。よし、それじゃあどこに罠を仕掛けよう。どこにおるんだ大体今。あれ、そうか。取り入ってるな。しまっておこう。レベル上げてスキルみたいなの取らんと回収できんかったか。見られた。しまった。あれ？当たったよな。だよね。
ここに来た理由は？質問してもいいんだ。アーロイ。完璧でないと生き残れない。試したんだろ、危険な機械と戦う腕をね。いいや、来い。これ夜でやる必要あった？ここは野良族の狩り場だ。覚えてなかったんかな。守るべき場所。ソートゥースを倒さなければ多くの義勇兵が犠牲になったことだろう。アーロイ、その問いにこそ学びがある。アーロイにとってずっとお前は己のためだけに訓練をしてきた。それを教えるためか。義勇兵は部族のために戦うのが務めだ。部族のため？仲間なんていらない。だが部族はお前を必要とするだろう。都合のいい話だよな。自立できる強さは立ち向かう強さにもなるんだ。大きな目的を果たす強さにも。そのことを心に留めておけ。忘れるなよ。試練の後も、私がいなくなってからも。さあ行くぞ、来い。夜が明けた。異端者としてここで過ごす最後の日だな。目前に控えた試練にしっかり集中するんだ。母の源へ向かうときは私も途中で待っていよう。母の源でね。ああ、サブクエはここでやった方が良かったんだっけ。試練後でもできたんだっけ。これを取ったつもりになってるよな。取れてないのに。備えあれば憂いなし。サブクエまだないんか。か、近づいたら表示されるタイプだっけ。まあ、ここは目的地に。そうか。あ、炎の矢だ。身軽でいないと。ん？取れんかったな。川がもう20あるんか。
いのはいけるんだな。ただ想像以上にうるさい。来るのは初めてだったな。近いとこんな大きいのか。じきに故郷のように思える。平気だ。どうだかな。大長老のティルサ様を頼るといい。質問はあるか。準備はできてる。数日で家に戻る？私は家には戻らん。ほら、取っておき。根性の別れを覚悟しておる。まるでもう会えないみたいな言い方。嘘。やだ。お前は部族と共に。だが私は異端者だ。言っただろう、心配しなくていいって。こっそり会いに行く。掟を破るのは私であなたじゃない。話しかけなくてもいい。この私とのつながりは足かせとなる。頼むからお前は部族と共に生きてくれ。孤独はもう十分味わったろう。孤独じゃなかった。お前のためだ。私は二度と会わぬよう姿を消す。これでお別れだな。いや、違う。足跡はたどれる。どこにいようと見つけるさ。今回は無理だ。いつだって見つけてやるさ。これを身につけて会いに行く。大いなる母の加護を、アーロイ。あなたも。主人公側だから、この排他的な今はな人たちに腹立つけど、まずは試練だ。それから後を追えばいいさ。部族維持を考えると、異物が入ってきたり、やっぱり文化が違うかったりで、排他的な方が維持はしやすいんだろうな。ここから引き返すか、血を見るか、好きにしろ。さあさあ、どいて。道を開けて、その子を入れてあげなさい。母の源に歓迎しますよ。さあ、大丈夫です。皆あんなに無礼ではない。あなた、ティルサ？ええ、そうですよ。さあ、来なさい。この日を長いこと待っていたのですよ。あ、本当に？もちろん。ただすまないが、行かなくては。今夜は他にも来客がいます。何？別の部族、カージャの。特使です。試練を見に来たのですが、ノラはカージャを嫌っている。カージャ？
気にしないで大丈夫、後で話しましょう。さあさあ祭りを楽しんで。あ、右の道を進めばそなたに会いたがっている者がいますよ。でも知り合いなんていない。それはどうかしらね。後で話しましょう。女神のご加護。どうなってるんだ。お茶を飲まなくなった。二人で暮らしてたのに、お祭りにいきなり来る。アーロイ、毎日じゃないか。最だろうな。君だろ。ここだ。君は変わってないよな。名前間違ってないよな。お前がティルサの言ってたお友達か。誰なんだ。僕のことを覚えてないのか。まあ昔のことだからな。あん時何歳ぐらいだろうな。僕はテブ。機械の群れから助けてくれた時は僕より小さかったのに。あの時、私が助けた。あのことは忘れない。君が試練に参加すれば、また会えるかなって思ってた。見ての通り、腕利き狩人にはなれなくて、代わりに縫製士になったんだ。服や防具を作ってる。この日のために君の防具を作っておいたんだ。恩人だからな。さ、ほら。いくらするんだ。金？ただ、さ。時間経ったけど助けてくれた俺だ。さあどうぞ。ありじゃないか。ああどうもありがとう。全然わからんけど、こんなの着るのは初めてだ。君のものだ。防具としてはこっちの方がいいだろう。前のよりは。すべての防具には長所があるんだ。もちろん短所もね。ごめんね、引き止めちゃったかな。ティルサ様を探すのなら長老の館に行くといい。見ればすぐにわかる。外に怒った群衆がいる大きな木の建物だ。ティルサが他の部族から使いが来てるって言ってた。そう、みんなそれで怒ってる。カージャが久々に僕たちのこの聖なる地を訪れた。トマトが飛び交ってるんじゃないかな。それか石かも。槍じゃないといいけれど、どっちにしても頭上に注意。さっきは余計なことを言っちまった。一言も二言。装備はどうやって見るんだ。これか。うん、確かに違ってるけど、あんま気づかんかったな。で、改造アイテム。操作性って何が良くなるんだ。速くなったりするんかね。どうやってつけるの。全然わからんけど。な、こっちは選べるってことは装備につけれるやつがないんか。アイテムがない。なるほど。ファーストが勝つに決まってる。見てなさいよ。なあ、私が初見でストライダーを倒した時の話したか。いろいろ見て回ったけど、特になんもないんだよな。ジャーグ、そこから降りてってば。この酔っ払いがどうして家を登らなきゃならないのよ。本当にな。ああ、他人の家の屋根を登ったらダメだって言いたいのか。将来ちゃんと話せるように。カージャを裁くのは女神よ。全ての命じゃない。大いなる過去は忘れるべきだわ。で、さっきもらった箱も開けよう。
地区、そして獣たち、みんな大いなる。なんかすげえびっくりマークついてたな。どういうこと、これ作れますよってこと。初めてのやつ。愛は進めたらいいんだが。大いなる母に。ある、こっちだ。あ、トラッパーのやつ。カルスト、ここで何してる。おい、こら、初対面のふりするんだ。荒野では異端者と取引しちゃならないって掟だろ。覚えてるよ、話しかけてくれるなんて優しい。おい、怒るなよ。明日の試練じゃお前を応援してんだぞ。お前が勝ったらあいつがどんな顔するだろうな。ほら、最後に補充が必要だって言うなら何でも言ってくれ。全てギリギリの価格だ。本当だよ。持ってたっけ。全然持ってなかった。よし、それじゃあ行くよ。明日は頑張れよ、アーロイ。あ、箱もらうか。返品は受け付けないからな。たとえ壊れても文句言うなよ。また今度。次会う時は義勇兵だな。じきに試練の祝福を開始しよう。だがまずは客人の歓迎だ。我らはこの2年カージャと平和を保ってきた。今こそメリディアンとの絆を回復させる時。三王国の特使が来訪した。平和の旗印のもとに。何が平和だ。ここに三王の感謝の意を表明する。この感謝状は三王のカード様によって書かれ、異行なき者め。おいおい、天将様が果物を投げるな。ノランの皆さん、やめてくれ。俺はオーセラン、カージャじゃない。はっきり言うが、13代目の三王は殺人鬼だ。ほんとさ、暴君で怪物、俺の部族も同じように血祭りに挙げられたんだ。これはうまいんだよな。姉貴だって捕虜にされたさ。自分たちも同じ目にあったんだよっていうの。だがあの凶王はもう死んだ。2年前に殺したのは14代目。権力が欲しかったからじゃない。誰かが父親の残虐行為を止めなきゃと思ったからさ。そうだ。ここにいる哀れな祭司が伝えたいのは王からの謝罪。14代目直々の言葉だ。なあ頼む。こいつどの立場だったっけ。耳を傾けてくれないか。どうも。三王の感謝の意を表明する。これは14代目天将様であられる現三王国君主アバード様のお言葉。あの頭の入りちゃんの男からだ。その機会があってもいいじゃん。未確認装置を感知。どういうこと。カージャとかそうなんけせる。私みたいに。私以外でフォーカスをつけた人は初めて見た。どこでそれを。なんだ、ノラがフォーカスつけてる。そんなのありえん。あんたの部族は遺跡に行くのを禁じてるだろう。みんなと一緒にするな。まあそうだろうな。鉄の世界の遺跡に忍び込んだんなら落ちただけだけどな。どうしたんだ。悪いな。ああ、こりゃ故障だ。オーリン、お前もう友達を作ったのか。悪い、すぐ戻る。待て。いや、ああ、後で話そう。行かないと。おいおい、思った以上に酔ってるみたいだな。それオーリンがつけているのと同じものだろ。そいつをつけるのが流行りなのか。あいつの名はオーリンか。これを一体どこで。どうせまた身分の高い友人にたかっているだけだろう。異物を掘り起こしや酒か博打を打つ、そういう男さ。こいつあの飾りも発掘したもんだろう。頭につける風変わりな宝石だ。
ああ、悪気はない。あんたは似合ってる。お友達は果物で値を上げそうだったが、よく収めたな。どうも、自信はなかったけどな。野良族はまだ赤の動乱のことを忘れちゃいない。当然だが。儀式に向かった方がいいな。赤の動乱は。なあ、おせっかいかもしれないが、アーロ以外はあんたはこんな田舎にいるべきじゃない。つまり賢くて、それに見るからに有能で、それになんていうか。ああ、何の話だ。おい、分かってるだろう。メリディアンに来るときは俺を訪ねろ。案内したり人を紹介してやる。新しい人生を送れるぞ。そのとき俺の姉貴も紹介してやる。俺よりもコネを持ってるしな。先代の三王に捕らえられて殺されたんじゃ。美人なんか気に食わないぜ。捕まりはしたが生贄にはなっていない。エルサはそう簡単に死なないからな。逃げ延びて今は全ヴァンガードの隊長だ。長い話だ。今度酒でも飲みながらな。それじゃあ俺もそろそろ儀式に向かっておくとするよ。じゃあまた。ブサイクにする意味わからんよな。カージャたちが歩いてったよ。おい、83はどうやっていくんだか。信仰なきカージャがいても、この生き方でやってる。志願者たちが集まり次第祈りを始める。アーロイ、そなたの場所はそこです。祈りの灯火はそなたのもの、私が作りました。サンキューサンキュー両親。冒涜だ姉妹よ。志願者よ、そなたらの前にあるその祈りの灯火は母が作りしもの。栄誉をたたえ、火を灯すのだ。ロストに敬意を。彼のおかげでここにいる。大いなる母よ、聞き入れたまえ。母の祈りで空へ羽ばたく子は核のごとし、燃え盛る炎が天へと駆け上り、自由の風に託されよう。遥か彼方へと消えゆくまで大空を旅せ。あればこそ母から若き声、情愛が永遠に紡がれる。正しきれいだろうな。実際見てみたい気持ちはちょっとある。彼に話を聞かないと。あるよ。みんな知ってるけど、ティルサ様は異端児に勝ってほしくて、ランスラ様はあいつ以外ならって感じだな。信仰なきカージャがいても祭りは楽しむわ。悪さするわけじゃないでしょ。去年あの義勇兵が酔った勢い。やあオーリン、なんで知ってる。ああ、エレンドのやつか。さっきはなぜ妙な態度を取ったんだ。祝祭のせいかな。俺も人混みが苦手でね。もう寝た方がいいな。質問をはぐらかすな。わかった、落ち着けって。何でも教えてやる。フォーカスを持ってる人は初めて見た。それをどこで見つけたんだ。クレイムの北方にある遺跡だ。俺たちオセラム族の故郷だよ。あそこじゃ鉄が深くまで続いている。鉄の巨人が土の中に半分埋もれてたり、古のものが山に掘った洞窟なんかもある。これ大体興味あるのか。私のフォーカスも同じような場所で見つけた。古の遺跡だ。自分で見つけたなら俺から聞くこともない。じゃあその場所を調べたらどうだ。俺じゃなく。さっきお前はビクッとして何か痛そうにしてた。怯えて。
フォーカスで何を見た？何も見ちゃいない。言っただろう。故障したんだよ。よくあることさ。どうやら嘘が下手らしい。会ったばかりなのに嘘つきおばわりか。真実を言わない奴には。全く何なんだ。俺は隠し事なんかしない正直者だ。俺の話を信じないのなら勝手にしろ。わからないな。自分と同じ装置を持っているのに話しかけもしないなんて。俺は別に友達が欲しいわけじゃない。面倒はごめんだ。阻害されることには慣れてるが、あんたは違うかと。あんただからじゃない。気にするな。まあほら、今夜は楽しんだ方がいい。明日は試練だ。一時一時を大事に過ごせ。浮ついた話はあんまり聞かないわね。去年は山ほどあったのに。ここにはどうやって行くんだ。去年あの義勇兵が酔った勢いで裸踊りしてたのを覚えてるか。ひどかったけど面白かったよな。カージャは償いに来たの。大いなる母が才能を与えてくださった。この母なし米。今なんしょうもないやつだよ。布団の中で試練に勝つ夢でも見るがいい。夢でしか勝てないからな。こんなやつ相手にするだけだと。ああ、ここが宿舎。お前が見張りだし、トイレなのかと思ってた。このお前が言うことしたい。驚いたな。ついに荒野からお出ましか。母なし子の異端児だぞ。俺が投げた石でできた傷まだ残ってるんだな。その頃から成長してないよな。あれはいい思い出だぜ。ちょっとみっともないんじゃない。バスト、もうやめときなよ。バーラは大人になってるな。お前さっき流れ者と話してただろ。こいつと話す意味ないのにな。まさかあっちにも断られちまったのか。はあ、真の野良族の格好を真似したところで誰も騙されないぞ。ずっとそういう態度を取るつもり？ここにいる限りずっとだ、異端児め。さっさとここから出てって野生に帰れ。試練に出る資格なんてお前にはない。これがこいつが悪いんじゃなくて大人が全員そういう態度だからな。誰かに嫌がらせすることでしか強くなれないとはな。無駄なあがきだ。ずっと訓練してきた。実力の差は明日確かめな。もう十分分かった。体は大きくなっても心はまだ幼い子供のままだということか。よくその傷をつけた時のことを思い出す。俺にはいい思い出だ。そんなことを一生よく覚えておけ。心の中で誇りにしてる。ロストが助けなかったら今頃固めがなかっただろう。でもどうせその部分だけは話さないで終わりだろ。俺は生き恥の烙印を押してやったんだ。そのおかげで私は強くなれた。不意打ちで石投げただけなのによくそんな偉そうにできるようなこいつ。ああそうか、くだらないな。俺はお先に失礼するぜ。明日驚くのはお前だ、異端児め。俺じゃない。試練中は黙る。それなら驚く。こんなやつと話すんじゃないよ。うまいことあしらったわね。おとなしくするでしょ。
明日の朝まではね。お前とは初めてか、アーロイだ。ああ、もちろん知ってる。競争相手よ。みんな、ほとんどが試練は終えるけれど、最後に勝つのはバスとか、あなたか、私。いや、本人かどうかわからんけど。話せてよかったよ。そうだな、明日は私が勝つ。実際に勝利するまでは口にしないことね、アーロイ。母の教えよ。じゃあ悪いんだけれど、私はもう寝るわ。明日あなたと勝負するとき、万全の状態で挑むために。あなたの寝床はあそこよ。わかった、ありがとう。で、母の源での夜どうだった？野良族の家で寝るのは初めて？みんな一緒なの。魅力はあると思う。絶対嫌だな。快適よ、一員になれば。そうなのか。あなたも居場所が見つかる、必ず。休みましょう。え？これから寝るんか？